どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかりありがとうございます。3日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日開きましたルカの23章というのは十字架のところでですね、まあ、よく私が伝道会の時に話す言葉で、十字架の7つの言葉、十字架弟子様の7つ言葉を言ったんですが、その中の2番目か3番目と言われている言葉なんですけれども、今日はその言葉を中心にしつつ、十字架伝道を見ていきたいと思っています。説教に入る前にですね、ちょっと嬉しいことがありました。今オンライン礼拝といってですね、オンライン礼拝されている方が多いと思いますけれども、コンピューター、インターネットを通してですね、日本中、世界中で、生中継で見ることができます。で今回の、感謝の賛美リバイバルキャンプの時もアメリカでしていたゴスペルショーケースとかですね、感謝と、マーリンさんの忍ぶ会とかですね、全部生中継で放送されたんですね。こちらで私は見ることができましたけれども、音声もきれいに入っておりましたけれども、同じようにやってるんですけども、神様が言ってらっしゃるのは21世紀は選挙が大きくスタイルが変わると。でインターネットおよびオンラインを通して神様が働くということで、目の前にここにいる人よりもオンラインをして礼拝する人の方がはるかに2倍や3倍じゃなくて5倍、7倍と増えて、その方が多くなるということを言われているんですね。でそうなると、宣教地はどこの教会も世界になるわけですね。まさに長崎であろうと東京であろうと、それこそ、どこでもいいですけどね、千葉であろうと兵庫であろうとどこであろうと、その世界になるわけですね、インターネットがあるとですね。そういうことなんですね。でオンライン礼拝がすごくなポイントなんですけれども、実は今いろんなところでオンライン礼拝されてるんですけども、3月の頭にですね、熊本県の女性の婦人の方が、オンライン礼拝で会員になっておられました。で3月のつい最近これ神奈川県の男性の方がオンラインでやっぱり会員になっておられまして、オンラインの会の方が増えてき始めてるんですね。すごく嬉しく思います。それと思いですね、今大村でですね、ジョイ牧師がオンラインをされてるんですね。それはご両親の介護をするためですね。でジョイ牧師というのは長崎教会が大好きなんですよね。で私よりよくいたというかですね、主みたいな方だったんですね。で長崎教会にいることに喜びを感じていてですね、もう帰ってくださいって見るぐらい大好きだったわけですね。ところが神様が両親の世話をしなさいってことで、大村に行くことになってですね、でそれで、日曜日なんか朝から晩までいる人だったんですけれども、もうご両親の世話をすることになって、神様からしばらく休ませてもらいなさいって言葉をもらって、休んで休職してですね、しばらくお休みをして両親の世話をされたんですね。そして お両親の世話をしながら、第一礼拝は一人でオンラインをして礼拝をして、第二礼拝はお母さんイエス様を信じて洗礼を受けましたので、お母さんと一緒にオンラインをして、もう80代のお母さんですね。そして、それで午後の礼拝を大村で、大村の礼拝を、こちらが行ってくださる方と一緒に礼拝をして、大村の方もいらっしゃるのでメンバーがですね、そして夜の礼拝だけ来て、日曜日終わったら帰って、月曜から土曜までは、両親のお世話をするという形だったんですね。最近火曜日とか金曜日とか時々来られることになりましたけども、一時そうだったんですね。で彼女にとってはですね、両親の世話をすることはとっても嬉しいんだけど、教会に来れないということは彼女にとってはすごく辛いことだったと思うんですね。しかも牧師だからですね。ところが、神様の示してそれに従ったんですね。そしたらですね、お父さんお母さんが、お母さんも疲れてましたけど、すごく元気になられました。で、前も話しましたように、ブログでですね、ジョイジョイ介護日記というのはですね、すごく持ち出て、長崎教会やっと1万2000ぐらいですけど、1週間そのうちの4分の1 3000は、ジョイさんのジョイ牧師のその日記なんですね。アクセス数はね、一番多かった時は2万近く、1万9000ぐらい行った時はジョイ牧師の日記が1万超えたんです。だから半分はジョイ牧師だったんです。今でもジョイ牧師の日記は3000から、多い時は5000ありまして、少なくても4分の1、多い時は3分の1ぐらいはジョイ牧師の日記なんですね。しかもジョイ牧師の日記を見ているのはほとんどノンクリスチャンが多いんですね。高齢者による、すいませんジョイ牧師、高齢者による高齢者の介護ってのは今すごく、なんて言いましょうか、テーマっていうかね、すごく大きな人のテーマなんですね。だからそうなんですね。それだけじゃないですよね。お父さんが本当に変わられたんですね。でこの前大村の集会に3月の頭に行きましたときに、聖書の話をするということを分かってて、すぐそばまで来て椅子に座ってですね、話を真剣に聞いてくださっておりまして、
で終わった後にお祈りをしたらですね、もう素直にお祈りさせてくださいましてですね、で私は電車で帰ること、その日は電車だったんですけども、ギリギリだったんで心配してくださってですね、間に合ったんで間に合いましたってジョイ牧師にメールを打ったらですね、父がそれはよかった、また来てくださいと言ってますって返事だったんですね。で私感動しましたよね。だからまた行きますお父さんがまた来てくださいと言われましたので、また行きますけれども、分かる方には分かると思いますけど、考えられないぐらいの変化であります。でそれだけじゃなくてね、ちょっとメールをもらったんで、これを見たいからお話をしたんですね。でこれはその直後ですね、直後にもらったメールなんですけども、先日はご奉仕ありがとうございましたと、ね、父が何を思ったかは確かめておらず分かりませんが、主の恐るべき御業を期待してまた従っていきますと、ね、お父さんとっても変わられてきたんでね、そうですね。その後にですね、先ほど嬉しいことがありましたのでご報告いたしますと。でジョイボクスが住んでるところは諏訪2丁目っていう、大村市諏訪2丁目っていう町内会なんですね。その諏訪2丁目を仕切っているおばさんがいらっしゃるのですがと、どの町にもいますね、今また道でばったり会い、その諏訪2丁目を仕切っているおばさんに立ち話になりました。父のお父さんの驚くばかりの回復に感動されていたので、お父さん本当に元気になれたんですね。それを見て、その方が感動した。で月曜日に行ったんで、私が牧師さんの凝らした時お話ば最後まで座って聞いたとよと話しました。すると凝らしたと、そがん時ば呼ばんねえと言うたたい、アクセントはいいでしょうか、趣旨は違うてもお話は聞きたかて言うたやろがと言われ、ごめんね急やったけん次は必ず声ばかけるとね、かけるねとは入ってない、かけるねと謝りました。教会の集会に声をかけなかったと叱られるとはなんと嬉しいことでしょうか。この方は祈りのツアー、殉教の祈りのツアーで2月3日のにうちに来られ、私にジョイ牧師に賛美を歌わせ、その時主に触れられて母のデイサービスで歌うよう勧めてくださった方です。その時に確かに収支は違ってもお話は聞きたいと言われたのですが、いいとこ取りはむなしいし、イダヤ牧師申し訳ないなと思ったので全然申し訳なくないですね、口大かと思っており無視しましたと、神様に対して悪かったですと、何を神様がされているのか、何かが私の身近で起こっているようです、次回は声をかけたるを得ませんってね、それはね約束破ることになりますからね。としたらイダヤ牧師のご奉仕今度行く時ですね、ノンクリスチャン2人とわけのわからない母と、そんなことないですよね、お母さんよくわかってるでしょう、ねそれから名前書いてるんで伏せますね、オンラインしますから、あるその大村教会のメンバーの人、伝道会になってしまいます、もっと祈れたらいいのですが、主の憐れみでよろしくお願いしますと書いてあって、まあ、木村って書いてあるんですけども、すごく嬉しかったんですね。本当にお母さんとお父さんに仕えてきて、もっともっと牧師の仕事をしたいと思っていた、でもお父さんお母さんに本当にそのこと自体は喜んで仕えていらっしゃいますけども、ただお父さんお母さんが変わってきただけじゃなくて、同じぐらいの、ね、世代の人たちの町内会を仕切ってる人が向こうからその設定ケアに、その人が口を聞けば一発でしょうからね、来て歌いなさい、で今度牧師さんが来たら必ず呼んでくれって言ってくれて、で向こうで来る、でその人が救われたらおそらく諏訪2丁目にリバイバル起こると思います。こういう方はですね、真面目にいっぱい連れてくると思いますので、で実は思い出したんですね、私が初めて長崎に来た88年、5月に来て12月から熊本で集会が始まりました。で2月から翌年89年2月から福岡で集会が始まりました。でそれでもう1年ぐらい経ってから佐世保で集会が始まりました。特徴があったのは全部家庭集会なんです。で熊本の方はそのクリスチャンになった方がおられて、その方のお友達が美容師さんで、その方が悩んでるからちょっと話聞いてくれませんかって、まあ、若かったんですけども、若い私でいいんですかって、いいですよって言うから、まあ、行ったんですね。ちょうど断食祈祷した後に寄ったんですね。そしてその方とカウンセリングするつもりで行ったら5人ぐらい集まってたんですね。ノンクリスチャンばっかね、その方以外はノンクリスチャンばっか、5人来たと思いますね。若い子も含めて、若い子も結構集まってた。びっくりしてトイレに行ってですね、トイレで必死に乗ったのを覚えてます。その日全員5人救われたんですね。それから毎月1回の集会の旅ごとに人がどんどん集まってきて、1回じゃ足りなくなって2回になって、夜だけじゃいけないから昼と夜になって、毎週朝と夜、昼と夜するようになって、1年間で60人救われました。全部ノンクリスチャンです。だから熊本はほとんどクリスチャンじゃなくてノンクリスチャンで救われてきた人だったんですね。だからもう勝手に人が集まってくるって感じだったんですね。それと似てるものを感じます。それでもう一つは福岡でね、その方の妹さんが福岡でやっぱ救われて家庭集会を始めたんで、熊本のことを知ったから福岡でもそう思って友達を呼んできたんですけど、福岡ではなかなか救われなかったんで、それでがっかりしてたら、どこで誰が聞いたか知らないけれど、今度はテープが出回って、長崎の礼拝の
福岡のクリスチャンが集まってきたんです。いっぱい、しかも私よりうんと年齢の高いクリスチャンのキャリア、例えばエリシャ・デニシ牧師はその時です。向井、大分の向井牧師だった向井牧師もその時ですね。あのご婦人もその時です。でそうやってで20人ぐらいになったんですね。それも勝手に集まってきた家庭集会ですね。で佐世保は両方なんです。ノンクリスチャンが来て救われるのとクリスチャンが集まるのが両方起こったんですね。佐世保は今山田牧師があって、その山田牧師はその頃お仕事されてまして、一生懸命奥さんが山田牧師の許可の下でお家を借りて集会したんですけども、そこにノンクリスチャンとクリスチャンが来て、岡田牧師夫妻は北九州のそこで道具会とかですね、からとそれが起こったで、全部家庭集会なんですね。そこからガーッと人が救われてきて、集まってきたって感じなんですけど、今回もそのジョイ牧師のお宅でお父さんが許可してくださったので、まあ、月に1回行ってたんですけれども、お父さんがまず耳を傾けてくださるようになって、で今度はその諏訪二丁目の仕切ってるおばちゃん、ね、おばちゃんって失礼ですね、仕切っていらっしゃいますあの黒人が向こうから期待してくださったんですね。で私すごい期待してるんです。これはジョイ牧師が頑張ってしたというわけで、聖霊が始められたことですね。ただ鍵があります。ジョイ牧師は教会大好きだったんだけども、神様がおっしゃるから、その神様がおっしゃる場所に行ったんですね。でそこで両親に喜んで仕えてました。そんな綺麗なもんじゃありません、ね、やはり介護するということは愛してればできるでしょうけども、やはり長く続くと簡単なことばかりじゃありません。それをずっと続けているときに自分の生まれ故郷で主の働きが始まってきたんですよね。そういう主に期待してるんですよね。で、なんか何か始まってきてるぞってことを思います。だから一つはオンラインの働きですね。でもう一つは主に従った時に見る身なんですね。だからぜひ皆さんもですね、主に従う時にその自分がやりたいと思うことをやめなきゃいけなかったり、置かなきゃいけないこともある、いつもとは言いませんが、その時に本当に神様が導かれたらそこをね選び取っていってほしいと思うんですね。すぐではないかもしれないけども、従っていく時に必ず神様が用意している御と祝福があります。それは永遠にかかっていきますので、ね、それを選んでいってほしいと思うんですね。なんかすごく私は時が来ていて新しいことが起こる、なんか一つの印だと思ってすごく嬉しく思ってるんですね。まあ、例えば賛美ね、今度賛美隊がありますけど、分かりやすいから賛美しますけど、例えば賛美でも、まあ、本当に賛美が好きで歌ってる方が多いと思うんですね。それは素晴らしいことです。続けてください。でも賛美を続けていくうち、そのうちある場合には大好きだった賛美ももう歌いたくないと思ったり、もう嫌だと思ったり、もう前になんか立ちたくないって思う時が中には起こることもあると思う。でもそういう気持ちになるんだけど、神様は何か歌いなさい、みんなに向かって歌いなさいってこうどうしてもそういう流しが来るときに本当に嫌になっても、それでそこでやめないで立ち続けるっていうのは、ここはまあ、十字架というと大げさですけども、それがポイントなんですね。好きで楽しいから歌ってるのがとってもいいですよ、いいですよ、いいですけど、それがどこかで本当に神の働きに変わっていくときには、もう嫌だとかね、もういいやとかね、もうやめたいと思うときがある。でもどうしてもなんか神様の神の促しを感じるって、それでこう従っていくときに、実はそこから神の働きに変わるんですね、これね。で安心ください、必ず前よりももっと好きになりますから。でも分かりやすいから賛美にしましたけど、賛美に限りません、どんなことでもそうです。だからそういうことが、ね、あるってことをしてほしいんですね。だからその時に神様の導きを大切にしてください。神様は真実な方ですから、必ず祝福してくださるのでね、それを覚えてほしいというふうに思います。それで、今日の話に入っていきたいというふうに思いますけれども、ね、あ、それからもう一つごめんなさい、もう一つオンラインで嬉しいことがあったので、オンライン礼拝されている方でちょっとね、ダウンロードして見てくださってる方いるんです、いつもね。ちょっと他教会の牧師さんなんですけどね、ダウンロードしてみてくださった方に、しかも自分だけじゃなくて教会の人と一緒に、ね、今日見てくださってるでしょうか。ダウンロードしてるので日にち遅れるけどね、その方がですね、私がねこうやってやるでしょ、しょっちゅうでこんなことして説教してね、でこんなことしてね、でしょっちゅう眼鏡を取ったり外したりするので、皆さんは別に気にしてらっしゃらなかったですかね、気にならなかったですかね、気になって、その人はですね、えらく気になって、それが気になって仕方がないということでですね、遠近療養メガネを作ってくださいと言ってですね、献金してこられたんですね。それも少しじゃなくて、遠近療養メガネ高いんですけど、もう十分2つぐらい作れる、2つもっと作れるかなぐらいの献金してくださったんですね。で感動しましたね。で残ったのはもう52ってことだったんですけど、作ってくださいって言ってね、それからそれとはまた別に、やはりオンラインしてくださって来てくださった方が、私はこうやってその気になったので、ちょうど時期を同じにして遠近両眼鏡作ってくださいって研究をなさったんです私感動したのはですね、オンラインしてる方々は見てるんですね、そういうことを気にしてくださるっていうね、
いや、すごく嬉しかったんです。なんか、ああ、ちゃんと見てくださっていて、そこまで気にかけてくださるんだなってことはすごく嬉しかったんですね。で、昨日作ってまいり、まだ10日後にできるんで、またこんなことしてます。見て、すいません、次の次の礼拝から変わりますので、ただ半年間は慣れないって言ってましたから、ちょっと大変かもしれませんけど、慣れたらね、いいってことなんで。で、すごくね、嬉しいなと思ったんですよね。それで昨日、延期両面が作るんですけど、いつもですね、フレームを作るとき、一番安いフレームで作り続けてきたんですけども、今回はその店の中では、いいやつで作りましてですね、すごく軽いんですね。あんな軽いフレーム知らないけど、その、で作りまして、かなり、レンズもちょっといいので使用させていただきまして、それでも、ね、全然お釣りが来るので、ありがとうございました。で、何が嬉しかったかというと、本当にオンラインして見てくださってる。そして本当に気にかけてくださってるってね。それはなんかね、もう目障りだってるんじゃなくてね、気になって仕方がないって、本当になんかこう本当に愛を持って研究してくださったんですよね。しかもほとんど同じ時期に全く違うところから、やっぱ感動ですよね。本当になんか嬉しく思いました。ではっきり神様がなんかオンラインの働きをしてくださってるなってことを思います。だからぜひね、神様がおっしゃってることってやっぱり進んでいくんだなってことを、ね、覚えておいております。それですいません、聖書に入りますね。遅くなるといけないので、今日はルカの23章の39節からで、まあ、私よくここ話をするのでよくご存知だと思うんですが、ちょっと十字架伝統を見ながらここを見ていきたいと思っています。39節から見ますね。聖書をすぐ開けない方はこちらに出ます。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言った一人。もう一人いました、40節。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった、うんぬんと継ぐんですけれども、ここで二人出てきます。イエス様が十字架があった時に、右と左に強盗犯罪人ですねがいて、3人で十字架がかかりました。まあ、よくご存知だと思いますけどね。でどっちの人が変わったのか分かりませんけど、うち一人は変わるんですね。ただ面白いのはね、これね、一人は、お前は、あなたはキリストじゃないか、自分と私を救えって言ってるんですけども、もう一人の方は、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないかと。40節ね、40節。我々は自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だ。だからこの方は悪いことは何もしなかったのだと変わるんですね。で、面白いのはですね、ここだけ読むと、二人いて一人は、ね、悪いことを言って、一人は、ね、こう、良かったのかって、そうじゃない。じゃ最初は二人とも暴言を吐いていたんです。で実は十字架刑というのはですね、当時最も最重い刑だったんです。で極悪犯罪人か政治犯、クーデター起こしたがかかる。でこの十字架刑ってあんまりにも残酷なので、実はイエス様が十字架かかる少し前にローマが考え出した刑だった。でイエス様が十字架かかった後しばらく経って、この刑はあのローマがやめたんです、あんまり残酷だからってので。それぐらい残酷だったんです。具体的に言いますとですね、釘をこの手の両手のひらと足のところに打ちつけるんです、釘でね。これは26世紀はカセなんですね、こうパシャッとカセなんですけど、彼は本当に打ちつけた。誰かやってみますか。すごいですよこれ ね残酷ですね。でこうそれでこうつけられるわけで、だから3点しかないでしょ、十字架にこうね、こんな風になるわけですよね。でこうならないですよ ね、こうなってたわけですよね。でそうなってしまうと呼吸できないですよね、ここが詰まって呼吸困難になるから、あーって呼吸しようと思って、でこうするとこうグッと手両手と足に力を入れるから、力を入れた時に血がドドドって流れるわけです、その両手の方から。それを繰り返すんです。でクリスチャンはああとかこれを繰り返す、出ないんです。釘を打ちつけてから血がいっぺんに出ないんで、トロ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 出て、でこうグッと出て、で呼吸困難とどうなるかというと発狂するんです。だいたい1週間から10日で発狂して死んでいくんです。最初は見物にいますけど、10日1週間いませんからいなくなる。で当時は十字架にかけられて発狂して死ぬ人がいっぱいいたと言われていま す、ね、でそれであんまり残酷だからとやめた。ところがイエス様は6時間で、9時に疲れて午後の3時に、まあ、まさに彼の場合は私の会に地獄に来ましたから死んだんですよね。で6時間なんです。それぐらいイエス様は前の晩徹夜で鞭打たれてますし、背中から血が流れていましたし、もう本当にたった6時間で亡くなるぐらい苦しみの極みを捉えたわけですね。これがイエス様の時間。それぐらい皆さん、イエス様は神の子でしたけども、この肉体を持ってくださって、私は人のことになってくださって、罪は全くなかったからですよ。しかし私と同じこの体を持っておられましたので、この地上の体は痛かったし辛かったし、本当にこっち言葉にならない苦しみだったと思いますね。でもその中で、イエス様はこう自信があったんですね。で2人のうち2人とも最初はあだけてたんです。
なんでそうかって言ったらね、ちょ時間がないから本当に開こうと思ったけど、後で見てください。マタイの福音書は28章まであるんですけども、28章は復活、27章は十字架です。27章のところ44節だったと思いますね、確かね。27章開けなくていいですよ。27章の44節だったと思いますけども、強盗どもがって書いてあるんですよ。あ、私だけ開けましょうかね。27章の、ね、44節にね、こういうことが書いてあるんですね。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもは同じようにイエスを罵したと。でこの前にその先週は立法学者たち、通り口たちがもうイエスを罵るんですね、もう散々に。で、神だったら降りてこい、そしたら死にてやるとかね、人は救ったけど自分は救えないとか、ね、いろんなこと言う。で、同じように強盗ども2人とも呪ってた。マルコの福音書では強盗たちはって書いてある。2人とも呪ってた。だ、最初は2人とも、ね、あだけてたわけです。ところがなぜ1人は変わったのかというと、これは一番最初に言った23章のちょっと手前見てください。1ページ目切れば大丈夫ですね。34節その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。これはおそらくね、この言葉だけはね、1回じゃないんですね。何度も繰り返し祈られた言葉だと思うんです。ガーンと食いたれて、普通にあーって言うと思うんですね。ガーンと言ったら、あーって言うなくて、あばーって、あばってお父さんって意味ね。関西弁で、大阪弁でお父ちゃん。長崎弁だと、父ちゃん、父さん、父ちゃん、ちゃんでいいんですかね。ね、父ちゃんってね、こう本当に小さい子供が、お父さんを親しみを込めて、愛を込めて言う呼び方ね、あばっていうのはそういう意味です。ね、ガクンと言ったらね、あーとかね、うーとか言わないでね、あばーってね、お父さん、父ちゃん、あばーって、彼らを許してくださいって、ガーンって言ったら、あばー、彼らを許してくださいって、でガスンとこう、ね、十字架ね、穴にはめられるんですね。で、こう、バーンってくるから、ゴーンってきて、あーってなると思うけど、そのあーってなるとき、あばー、彼らを許してください。彼らは何をしてかわからないんですって、その度ごとに祈られたんですね。で、この二人は横でずっと見てた、あだけりながら。神だと俺を救ってみろとかね、自分を救って俺も救えよとか言ってた。でもその時に一言も言い返さない。どんなに罵られても言い返さない。どんなにあだけられても言い返さない。もうすごい苦しいのにギャーとかワーとかオーとか言わない。皆さん経験ありませんか？苦しい時にね、パンとこれ痛って時にね、こうね、誰も見てなかったらポンとここに蹴飛ばしてね、余計痛くなるんだけどポンと蹴飛ばしてね、この野郎とか言ったらですね、気分は晴れるでしょ。悲しいけど人間って、子供が学校でいじめられてきたり痛い目にあったら、帰ってきてわーっと言ってお母さんの元で泣けたり、あるいはお母さんが誰かに、ね、こうパパパンって叩けたら、気持ちが晴れるんです。生産的ではありませんよ、生産的ではありませんけど、人というのは悲しいかな、こう自分が受けた傷をどっかにバンってぶつけたら楽になるんですよね。イエス様は十字架でこれを得ない苦しみの中で決してわめかなかったし、また言い返したり言わなかった。一切これだけで、私はね、いつも言いますけど、すごい奇跡もしましたけど、私が一番キリストをね、神と信じるのはここなんですよ。こんなの人にはできないですよね。それとね、それだけじゃないんですね。あばーって苦しむたびごとにね、彼らを許してくださいって、釘打った人を許してくださいって、あざけってる人を許してくださいって、呪ってる人を許してくださいって、私のことをボロクソに言った人を許してくださいって祈っておられた。姿を見ながら、この反対のうち一人はびっくりしたんですよ。おそらくね、これは政治犯じゃなくて極悪犯罪だと思います。悪いことばっかりしてきたやつところが、生まれて初めて本物に出会った、真実の愛に出会った。おそらくこの人は自分も悪いことをして、人間の汚さを散々自分の中にも見てきたけど、人の中にもいっぱい見てきたと思う。人間がどんなに汚いか、自分も含めて。ところが生まれて初めて本当の愛に出会ったんですよね。その人の祈りを聞きながらですね、この人はですね、この反対の人はですね、最初はあだけって言ったけど、その姿を見てるうちに分かった。この方は違うって、この方は救い主なんだって、この方こそ誠の神様だって分かったんですよね。でもね、聖書って正直なんですよ。二人のうち一人は分かった、一人は分からなかった、ね、ここすごい正直だと思う。だ、皆さんね、私たちはね、この十字架にかれたイエス様を人々に明かして分かち合っていく、伝えていく使命はあります。救う責任はありません。救うのは神の手の中にあります。だから適当に先導しようって言いませんよ。より分かりやすく、本当に愛を持って、本当に心から祈りを持って願ってやるんですけども、救いは主の手の中にありますね。一人はね、変わらなかったんですよ。一人は変わった、それを見て。で、おそらくね、もう一人の方はね、あたけいながらね、キリストのね、姿を本当の子見てなくてね、だと思う。でもこの人はね、本当にキリストを見てたんだ、ね、救ってみようって言いながら言った時にこうね、
アバ父を許してくださいっていう声が聞こえてきた。えっと思って、何言ってんのこいつはって言ってね、お前そんなこと言ってしまったら自分を救って俺も救えよって言ったら、許してくださいってこう祈ってる姿見ながらね、なんか分かってきたんですね、この方は違うって。そしてね言ったんですよ、この人は。これが40節ね、もう一度言いますよ。お前はこれ、お前はってのはアタケって相手ね、最初は一緒にアタケってんだけど、そのうち分かってきて、お前はってね、もう一人の判断に、右か左か分かんないけどね、どっちかね、お前は神をも恐れないのか、神って言ってますよね。ということはイエス様が神だと分かったんですよ。神を恐れないのかって、ね、この次です。お前も同じ刑罰を受けてると、同じ刑罰を受けてると、我々は、私とお前は自分のしたことの報いを受けてるのだから当たり前だと、つまり自分たちは悪いことをしたから当然なんだって、罪を認めたんです。当たり前じゃないか、こんな悪いんだからって言うかもしれませんけど、皆さん悪いことを散弾したから罪を認めるかというと、どうもそうでないことに分かります散弾悪いことしたやつがじゃあ悪いと認めるかって言ったら、そうは分からない。いや、世の中が悪いんだって言ったりするし、親が悪いんだって言ったりするし、親って感じですよね。いろんなこと言うわけですよね。悪いことしたから悪いって認めるわけじゃないんです。人は本当の愛に出会うと自分の罪を指摘されなくても認め始めるんです。この時この人は言ったん、お前と俺は悪いことした当然の報いを受けてるんだから当たり前だ、殺されて当たり前だ、罰を受けて当たり前だ、はっきり罪を認めたんですよ。俺たちは悪かったんだって、ね、だがこの方イエス・キリストは悪いことは何もしなかったのだ、この人は悪いことは何もしてないって分かったんですよ。すごいと思いませんか。イエス様説教したわけじゃない、本当に十字架の上で神様に問いなしたわけだけど、真実の愛に人は触れるとね変わるんです。そしてね言った、今度イエス様に言うんで、イエス様ってあなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいって。これ御国の位って天国のことですね、永遠の神の国で、御国の位にお付きになるってことは、イエス様は死んで終わらない、必ず天国に行って神の 右の座っていうのは権威の場所なんですけど、神の右の座に着くとこの人分かってたんです。すごいですよね。この人は天の行って神の右の座に着く、この人こそ救い主だって分かったんだから、はっきりあなたは救い主だから神天国行かれますねって、でそういうのは思い出してくださいって、救ってくださいとか連れてってくださいとか私も天国で言えないんですよ。あんまり悪いことした自分の罪がやっと分かって、とんでもないことしたって、殺されて当然だ、地獄に行って当然だって分かったので、でもこの方は天に行くって私のことを思い出してほしいって言ったの。これね皆さんね、悔い改めと信仰なんです。で神学的に言うと、救われるためにはまず悔い改めて、悔い改めないといけない、それ十字架身代わりと信じて、イエス様を信じて迎えられないといけない。この時見たら、ちゃんとして悔い改めしてないんですよ。悔い改めますとか、ね、イエス様あなたを信じます、天国に連れてくださいとか言ってないじゃないですか。でもね、この人の心は、真実な悔い改めと、イエスに対して信仰があった。すごい大事なことなんですよ。神様はね、心を見るんです。だからね、私も思うんですよ。助けてってね、死ぬ直前にいつも言うの、助けてとかね、ああ、私が悪かった、イエス様って言った時ね、天国行ったらね、思わない人と会うと思うんですよ。だから伝えておきましょう、いつも言うように。本当に伝えておきましょう。でも心を見ますからね、建前上はイエス様を信じますと言ってても、いない人いるかもしれませんね。本当に悔い改めてない場合ね、これは怖いですね。怒られるかもしれませんけど、今のカトリック教会の方々はちょっと危ない人いますよね。と、神父さんが言ってましたので、いやいや、今は伝道してましたけども、誤解されてもはっきり言います。そうじゃないと本当に天国行けなくなっちゃうから。天国って本当にありますから。本当にありますから。そして向こうは永遠ですから。で条件は一つだけなんです。これから話しますけど。たった一つなんです。この極悪犯罪人は、この時、罪を認めたん。俺たちは当然だって。殺されても当然だって。こんなひどい罰を受けて当たり前だって。認めたん。そして、でもあなたは違う、あなたは本当の神様だ、思い出してほしいって信じてるんですけど、連れてってくれないととても言えない、罪の大きさが分かって、でも信じてる、思い出してほしいって。すごいのはね、この人ね、そういった瞬間ね、今までどんなにあたけられても罵られても、どんなに釘打たれて苦しくても、一切何も言い返さなかった、一切言わなかったイエス様がここで言ったんですよ、聖書はさらっと書いてる43節ね、間髪入れずに言ってるんですよね。でも実に聖書はさらっと書いてる。イエスは言われた、ね、彼に言われた、まことにあなたに告げます。先週学びました、まことにってとっても大事な時で、アーメンです。とっても大事なことの時、
誠にあなたによってよく聞きなさいよって、あなたは今日、この今日って言葉はいつも言いますが、今って訳する言葉なんです。この瞬間から私と共にイエス様と一緒にパラダイス、天国にいます。彼は死んだ後天国に行ったでしょう。一週間あったか遠かったかはしませんけど、でもこの十字架の上のこの最悪の苦しみのこの場所が、裁きのこの場所が、もうここであなたは天国だ、もうここであなたは天のものになった、最悪の苦しみのこの場所でもうあなたは天のものにされた、あなたのこの中に永遠の命が、天国が今与えられた、そして実際この地の人生が終わっても永遠に行くぞっていうことを言われたんです。で、ね、十字架のすごさ、イエス様はですね、一切生かせなかったのに、この人が本当に一言思い出してほしいって言うだけなんだけど、この人の心をご覧になった人はその瞬間、あなたは私と共にパラダイスに言ってた、ね、許して救いってね、一瞬なんです、一瞬なんです。だから繰り返します、伝えておきましょうね。その時はバカにしてね、何が神だとかですね、そんなんで救われたら警察があるでしょう、気にしない。人は本当に死を前にして、本当に死ぬって分かった時に、顔に出さないかもしれない、口に言わないかもしれない、でも本当に死が迫ってきたら恐れが来るはずだ。その時思い出すかもしれない。そこで、ああいとこのあのいとこのあいつが言ってたイエス様とかですね、ああイエス様ってね、あの人がなんかいつも笑顔、いつも笑顔でね、もう鬱陶しかったけど、なんかすごく妬ましかったけど、あいつが言ってたイエス様とかね、思い出すかもしれない。一瞬なんですよ。心が真実だったら一瞬で救われる。そしてすごいのはね、いつも思うんですけどね、ここのこのね、反対にね、イエス様死んだ後ね、何かイエス様にできますか、献金出ろ。おそらく苦しみの中で祈りにならなかったでしょう。本当に苦しいから、苦しみに死んでいくから、賛美できるだったら賛美を歌える力はなかったでしょう。感謝したかな、まあ、感謝はしたかもしれないね、感謝しますってね、でもなんかもう言葉になれなかったでしょう、苦しみのあまり。何言いたかったらね、何にもイエス様に返せないんです、何にもイエス様に捧げれないんです。散々悪いことをしてきて許されて何にも返せないんです。でもイエス様はこの時瞬間的に救われたんです。天国行った私会いたいんですよ、よかったねって。でも皆さんいいですか、この人聖書に載ったんですよ。私この人のおかげで何回説教できたか、この人を通して何人の人が救われたか、私天国行ったらね、たっくさんいると思う、たっくさん。一人の人が真実に悔い改めてイエス様を信じるとき、何にもできないように見えて、実はすごいことが起こるんです。これが十字架の力なんですよ、これが十字架の命なんですよ、十字架を通して流れてくる。ではね、それが起こったことで、で皆さんクリスチャンですよね、だからもうそれ救われたんです。でも大事なことなんですね、二人強盗いたのに一人はそれに出会い、一人はそうならなかった。何が違ったかというとね、この強盗の方は本当にイエス様を見てたんだと思う。最初あだけってね、イエス様見ながらね、そのうちイエス様見てたら、え、言い返してこないだけじゃなくて、なんか言って祈ってるとかね、その姿こうね、我慢してるって感じじゃない、本当に傷んでるけど祈ってる。でもう一人の方はおそらくね、三段だけ言いながらね、イエス様見てるっていうのもね、なんかまだけってね、なんかやっただけだと思う。大事なことは、クリスチャンになってもみんな救われてる、でも救われてるけど、この人がイエス様が今日私と共にパラダイスに行ってた瞬間いただいた命ってあるんですね、天国で生きていく命、永遠の命、これは本当にあります。この命をもらったときね、この人ね、苦しいけども笑顔になったと思いませんか、ね、まあ、もちろん痛いから、こうね、いや、本当に笑顔になったと思いませんか、苦しいんだけども、喜びが来たと思いませんか。ではね、クリスチャンがいるんですよね。その命に今日生きてますか。間違いなくさい、感じなくても命はありますから、絶対天国行きますから大丈夫です。しかし今命に生きているかどうかは別です。命はあります。必ずこの地上の人生終わったら天に行きます、もう安心してください、ね、そこで太田さんもいるし、タックもいるし、平牧師もいるし、荒井牧師先生も行きました。みんな生きてるんですよ、死んだんじゃありませんよ、肉体が食っちゃうだけで今も生きてるんですよ、会えます。素晴らしいね、考えるだけで嬉しい ね。だけど今その命に生きているかどうかはまだ別なんです。命はあっても、でこれね、イエス様に目が向いているかどうかなんですよ。本当に十字架のイエス様に、主に目が向いているとね、命に生き出すんです。でクリスチャンでもですね、疲れ切っていたりね、ああ今日も教会か、ね、はあ、もう奉仕せんば、ね、偉大牧師がうるさいしなって、ね、
ね、ニコニコ笑わないと怒られるしなってね、ね、まあ、小川さんは緊張してるだけなんですけど、ね、なぜそうなるのかって、イエス様から目が離れたらそうなります。お互いクリスチャン見ててもそうなります。お互い罪人だから。悲しいけどそんなに立派じゃありません。まだ神様に変えられてる途中だから。随分去年より良くなりました、お互い。でもまだまだ叩けば埃だらけそうでしょ。でもイエス様に目を向けてください。内側からやってきますから、再びあなたの命が動き始めますから。これなんですよね。でそれがね、大事なんですね。そしてね、この後ね、もうここまでか。この後はちょっと大事なんですけど、そういった後にイエス様はその時すでに12時頃になっていると。だから9時からかってもう3時間ぐらい経った時だから、2時間ぐらいはおそらくこの判断の一人はずっとね、罰せられてたんじゃないかと思うんですね。書いてないから分からないけど、厳密には1時間もしれないし2時間かもしれない。そしてそのうち気がついて変わった。そしてイエス様はこの人に命を与えた。その後12時頃になっていたが、ね、電池が暗くなって3時までついた。これ何を意味するか。真っ暗になったんです。でこれはその後見ると太陽は光を失っていた。月食かなんかですね、日食か、ね、なんかですね。それでこれは自然現象です。でもこのタイミングで来たんですよ。このタイミングでそれがちょうどエルサレムの上で全く染まって光を失って3時間になったっていう、ね、これはまさに神の語りかけですよね。何を見せるか分かりますか。この時ね、ルカには書いてないけどね、マタイとマルコに書いてある言葉があるんです。それは何かって、マタイとマルコこれしか書いてない。十字架上の言葉、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですか。エリエリレバサバクタニ、あるいはエロイエロイレバサバクタニ。これはどういうことかというとね、この時イエス様は神に捨てられたんです。イエス様って神でしょ。で神が神に捨てられて、私こうやって今説明してますけどね、正直分かりません。だって私神に捨てられてないし、神様一緒にいるから分からない。しかもイエス様は神の子だった。いつも神と一緒だった。イエス様は、ね、いつも、ね、アバアバって言うんです。アバってのはさっき言ったお父ちゃんって意味ね。いつもイエス様アバって言う。十字架にかかった時さえアバ、父を許してください、アバなん。とはね、ここで神に捨てられた時だけこういうの、我が神我が神って言うんです。アバって言えないんです。どうして。神に立たれたんです。もうお父ちゃんじゃなくなったんですよ。キリストは本当にこの時神に捨てられたんです。本当に捨てられたんです、完全に。これはね、皆さんちょっと言葉で説明できない。神様どうして私とあなたの代わりに捨てられたんです。で皆さんね、でもこれはね、悲しいけどね、日本じゃ受難日って言うんですね。でも英語はグッドフライデーって言うんで、皆さん我々はちょっと日本人をやめて受難日をやめてグッドフライデーにしましょう。どういうことか。イエス様は捨てられたんです。お芝居じゃなくて神に本当に捨てられて、神が神様ってちょっと分かりません、正直に。ちょっと想像を絶する神に捨てられて、まさに光であるそのもの方が真っ暗な闇に行き、命そのものである方は死になったんです。本当に神に捨てられたんだ、完全に。この極悪反対の代わりに、あなたの代わりに、私の代わりに地獄に行ったんだ。どうして私とあなたが決して行かないように、行かなくて済むように。でもやはりね、私と皆さんはですね、キリストが代わりに地獄に行って命をかけて愛してくださったから天国行けるんです。これすごいですよね。後悔たっぷりですね。キリストの命の代わりですよ。皆さんお互いを軽んじないでください、ね、お互いに言いましょう。あなたはキリストの命が身代わりとか言ってね、キリストの命って、そう思うとすごい後悔じゃない。そうですよ、本当に。でこれ言ったわけですよね。そして捨てられたんですよ。まあ、時間がもう迫ってますから詳しく話せます。そして神殿が真っ二つに裂けた。神殿って何かというとね、神の出会うところで至聖所と聖所があって、至聖所っていうところのと聖所の間にすごく分厚い幕があった。すいません、ちょっと資料持ってくれば分かるんですけど、何センチか分かるんですけど、分厚い幕があって、1年に1回だけ大祭司というユダヤ教の祭司の一人、一番偉い人が1年に1回だけその幕の中に入れる。その幕の中が神の聖所なんです。神が臨在するところだから、1年に1回だけ入れた。その幕が真っ二つに裂けたということは、いつでもどこでもどんな時でもキリストを信じる者は十字架を通していつでも神の中と会えるようになったと。で、まあ、もう知ってらって思うかもしれませんけど、ちょっと大事なことなんですよね、これ。今日も賛美の時にね、こう賛美しながら神様とかってね、涙を流したり臨在に会うじゃないですか。で神様ってこう祈る時、主は答えてくださるじゃないですか。でも考えてみたらね、そんなものはできない本来。なんでいつもそうなったかと、キリストのこの十字架があったので幕が切れて、
もうイエス様の十字架なのでいつでもどこでも私たちは神と話せるんです。せっかくそういう恵みをいただいているのに、先週間どれぐらい神様と話しました？これは特権ですよ。なのにね、テレビと交わりをし、ね、人と散々脱談をし、噂話作りでないでしょうね。イエス様とちょこっと話したってことはね、あまりにももったいない。あまりにももったいない。もっと主と話したら、十字架から流れてくるもっと大きな神の愛と奇跡を体験します。奇跡って間違いなさい。神の愛のほとばしりなんです。愛する人は直さないで折れないんです。もちろん天国に返すことに心があったら別ですけど、そうじゃない限りは。愛する人は解決しないで折れないのです。このイエス様のところにね、十字架を通していくとね、神の奇跡が始まるんですよね。ごめんですね。ね、ちょっと時間が来てますので、もう閉じますけども。そして、最後に大声で言われました。父を我が霊を見て委ねます。こう言って息を引き取られたと。で、3時ぐらいになってきて、ヨハネによると完了したと言ったんです。全部終わった。いつでフィニッシュって完了した。もう贖い終わったよって。もう全て救いはまだ終わったよって。だから私は何も付け加えなくていいんです。救いに関してはですよ。ケーキの場合はちょっと話は違いますけどね。救いに関してはただ信じるだけ、悔い改めて、もう何にもいらない。でこれはすごいですよね。それと同時に最後にちょっとだけね、父を我が霊を見てるになりますって大声で叫ばれたんですよね。でまた父をってアバに戻ったんですよ。捨てられた後、神様はその地獄の底からアバ、神様ってまた言って委ねますって完全に明け渡したんですね。でもう話はありますけどね、最後にね、イエス様復活されたでしょ。皆さん、多くの人間違えてる。イエス様は死んだ後、自分で復活したんじゃないんですね。ね、ガッて死んだ後ね、こう死んでね、こうやってるとね、ぐにゅ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 、復活ってこういったんじゃないですね。でも結構そう思った人多いんですよ。イエス様がしたことは、イエス様の使命は死ぬとこまでだったんです。十字架で死んで地獄に行くとこまでだったんです。で最後の言葉は、我が霊を見て地獄の底から、構いません、全部あなたに渡します。必ず復活するって信じてました。信じてたけど、それも含めて全部神様に任せた。その後父なる神様が聖霊によって復活させた。大事なところなんです。これは何を言いたかというとね、多くの人はね、十字架を追って死を通る。でもね、自分で復活してあるんですよ。私たちは死を受けたら、あとは神が復活させてくださるんですよ。自分で復活の日を決めるんですよ。3年経ったら復活、7年経ったら復活、この日に復活って決まる。残念ながらその日復活が来ません。そうするとね、とか言うんですね。まだ死んでない。神に委ねるんです。もうどうなるかも、不信仰じゃありません。必ず神は回復してくださる。だけど、そのことも含めてもう神の手に全部任せますって、イエス様を任しちゃったの。そしたらその後、聖霊の力によって復活したんですよ。死なる神の意志によって、あなたにもそれが来ます。あなた自身と愛する人を神の手の中に委ねてください。自分で何とかしようとすることはもうやめてください。あなたよりはるかに愛している方が父なる神様、あなたよりはるかに確かな方はイエス・キリスト、この方と同じように信じた上で任せましょう。信じた上で任せましょう。委ねましょう。そうしますと神様が必ず聖霊の力で復活させてくださいます。本当はここから証なんですけど、それはまた今度ということにしてご答えいただきますね。今日は十字架の話をしました。ある方はよく知ってる話ですけど、どうぞお願いがあります。十字架って知識じゃないんです。これは知識ではないんです。これを本当に霊に知ったとき、あなたの信仰は揺るがないものになります。でぜひ求めてください。この十字架を本当に霊に開かれるように求めてほしいと思います。その時、この怖いの時代、どんなに厳しい迫害の時代が来ても、あなたは信仰を失わないで死についていけるでしょう。十字架の愛を知った人は神から離れなくなります。これをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス様の十字架をありがとうございます。今日はもうすぐ簡単にですけれども、十字架のことをお話しいたしました。よく知っていることです。よく知っている真理です。でもどうぞこのことを単なる知識としてではなくて、本当に私たちが内側にしっかりとこのことをイエス様捉えて、というか受け取って、これを本当に知って、イエス様の愛の中でもっと輝いて喜んで生きることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。
しゃべられました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを具体的に大胆に主の前に出してください。自分のことでも人のことでも構いません。どんな問題でも構いません。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えてください。心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、経済を祝福してください。経済的な祝福とともに霊的な祝福を求めなさい。これはどちらも共にやってくる。どちらかではなくてどちらも求めなさい。私はどちらもあなたに与えていこう。霊が祝福されるとき経済が祝福され、経済が祝福されるとき霊も祝福されます。どちらも大胆に求めていきなさい。時間がないと言ってはいけません。ある方は親子、ある方は夫婦、なんかある方はその促されている方との交わる時間、共に過ごす時間を意識して持ちなさい。そうでないとその時間なくなっていきます。その時間を意識して持つことによって、なんかそれはどんな短い時間であってもそれなんかすごく関係が回復していきます。あるいはもっと深められていきます。それによってなんかすごく深い癒しが始まってくると称されます。その癒しはあなたがこれから前に進んでいくときに大きな力となるでしょう。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。がんよ、イエス様って消えてなくなれ。イエス様って喉からがんよ、消えてなくなれ。水道がん、イエス様って消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様って完全に癒されよ。股関節が痛んでいる方、イエス様って股関節を癒されよ。オンラインしている方で股関節の痛い方、イエス様って、その股関節を受けてください。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。どう進もうかなと思っている方が何人かいらっしゃいますけれども、答えは簡単です。神様の言葉が、促しが与えられている人がいます。その促しに単純に従いなさい。考え出すといろんなことが起こります。そうかなと思えることもあれば、違うと思うこともあり、損と思えることもあれば、得と思えることもできます。でもあなたの心に、誰かに言われてみると、あなたの心に主からの促しを感じている、その促しを大事にしなさい。それに単純に従っていくときに、あなたは神の備えと助けを見ていくようになると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリスト、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。と週報をご覧ください。少しだけ字が大きくなりました。1番です。本日第2礼拝後にミニストリーを行います。ミニストリーというのは、お祈りが必要な方、特にいろんな問題や、とにかく祈ってほしい問題を持っておられる方は前の方にいらっしゃってください。伊沢木原誠牧師が担当